皆さんこんばんは。では、日本語のニュースでございます。11日午前、第27回国会常務委員会が開会しました。地域展望、ライヒューサラは安全放送について議論しました。有権者と人民からの意見と、韓国に基づいて、ベトナム諸国戦線主要委員会、韓部会はいつかの権議をまとめました。 都と,と国家が自然災害のリスク、爆発の防止、ランムの安全、交通の安全、混雑したイベントを開催するときの安全などを検査し、全体的に有効するよう、総長、支部、地方自治体を周波し、指導します。来遊欄は次のような権威を寄せました。 2番目の韓国は、役人公務員及び老老さに対する休与政策、改革の正規実施に関連してます。都と国家は、困難を解消し、社会経済的発展を回復するための効果的かつ効率的な解決策を持ち続けることが推奨されます。企業や国民などに、 トラブルや嫌がらせを引き起こす。警備の王ショックとの戦いを推進し。ます。財務省は2023年に適用される環境方向税率と付加価値税率の引き下げを2024年にも引き続き検討していくと発表しました。10月11日午前。 運営委員会長の霊民会副首所が監視としてシェフ・ブッカー管理運営委員会会議を開催しました。老会議で財務総の代表は現行の招置として10%の税率が適用される商品やサービスには2%の税金減税が適用されると国会予算収入は約24拠論減少すると 見込んでいます輸出額は550億ドルを目的として農産業は後当所の,の下半期に野菜、米、コーヒー、コ素、ガスイナッツ、水産物の有料な食品品目を中心に生産食品や資様の代用化に取り組んでいます。年末の3か月間には農家予備 金魚とも品質を管理するほか、休業を確保する必要があります。農業の損化貯蔵は、米国、中国、日本、英雄などの伝統的な市場への貿易促進に注力しています。そして、多くの市場への輸出農産物を多様化するために交渉を成かしています。 4月7日のハンマースの攻撃によるガザ地域での死亡者は1000人以上を超えたにもかかわらずイスラエル軍は地上攻の新聞によりますとイスラエルは地上攻撃を準備しているほかエジプト修道の頂点をぎゅするということです。 ゲラン国防大臣はイスラエルによる砲撃、映像禁止、デーレの受けた、必殺な状況への200万人の背景にガザへの攻撃を続けると断言しまった。ガザ保権当局のアルキドラ氏は、不祥者及びガンサへのベッド腐食、イーサヒの救急腐食が縦断されているほか、 発電の燃料もだんだんなくなっているという現況が災難だと指摘しました。また、国連はイスラム主義書式ハンマースの施設だけではなく、病院や負傷者を反数中の救急車も非喩的型攻撃としていると述べました。 中国外交部の音部品報道官は11日欧州連合のボレル外務安全保障政策上級代表は10月20日から14日にかけて中国を訪問すると発表しました。ロシアはギザー会見でボレル氏の中国訪問は 健全な関係を発展させることに有利な条件を生み出し、次回将来対話への良い機会となると述べました。また中国は、称号信頼をさらに高め、牛力拡大に向け、英雄と牛力良いがあると付け加えました。ボーレル氏は、プリステスが中国とのレカブリングではなく、レディスキングを 通信していることを背景に中国を訪問する見込みです。ご清聴ありがとうございました。